いや逆に言うと個人だかからこそ稼げるる時代と言えるのかもしれませんよねだってお互いね私は吉谷さんがあの社員を抱えていて例えば5人とかのまあ10人でもいいや会社でやってるっするじゃないですか。で今の売上叩き出してもみんなの給料とか経費に消えて全然もらえないですよね。でも全く人を雇わないから自分がやった分だけ自分の見入れになってで経費も抑えれるし。 その経費ですらいろいろ買ったもんがペイペイでバックされたりするわけでしょなんかね儲からないわけないなと思いますね、うん、やらない手はないんじゃないかなと、まあ、それにつきますね今回もねいってらっしゃい